はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、里芋の、試し掘りをしたいと思います。で、里芋はですね、定食をしてからですね、まあおよそ150日から180日が、収穫の適期というふうに言われているんですね。で、近年はですね、猛暑だったりとかですね、天候不良とかですね、まあそういったのもあってですね、なかなか里芋のですね、収穫の適期って難しいかなっていうふうに思う方いると思うんですけど、里芋の葉っぱがこういうふうにね、生い茂りますよね。小芋がこう出てきてね、孫芋出てきてとかって、あると思うんですけど、この秋口になってくるとですね、およそこの150日くらい過ぎてくるとですね、秋口になってくるんですね。で、まあ、そうするとこう葉っぱが垂れてくるわけです。まあ、これが一つの、収穫をね、してもいいかなっていう目安なんですね。まあ、もう一つはですね、葉っぱが黄化してくる、黄色くなってくるっていうのが、一つこう目安になってくるんですね。で、一般的にはですね、里芋っていうのはですね、大体皆さん、ゴールデンウィーク頃に定食する方、またはですね、早ければ4月ぐらいにね、定食する方いると思うんですけど、その前に芽出しとかっていうのをやりますよね。で、今日、芽出しをしている、まあ、要は畑で芽出しをした時にですね、そのまま、要は育ってきた里芋ですね、芽出しをしていた場所から出てきた里芋、そちらをですね、ちょっとね、試し掘りをね、してみたいと思います。葉っぱがね、徐々にこう、倒れてきているっていう症状がこう出てきてるんですね。ですから、まあ、収穫のね、適期にね、そろそろ入ってくるかなっていうことでね。で、そちらの方を、ちょっと、こう、試し掘りをしてみてですね。で、その後ですね、しっかりとね、畝の方に、定植をしてある里芋についてはですね、まあ、葉っぱがこう、黄化し始める。まあ、葉っぱがこう、垂れてくると徐々にこう、黄化し始めるんですけど、まあ、そこら辺を見極めてですね、この10月の下旬から11月ぐらいの間にかけてですね、収穫が必要かなっていうのを見極めていくっていうことをやっていきたいと思います。ただ今年はですね、何ですかね、気温がね、非常に高かったり、日照がね、非常にこうね、強かったりですね、まあ、要は植物の生育っていうのは2つあってですね、この積算温度、温度の確保と、もう一つは日照。この確保っていうのが二つあるんですね。日照と温度。で、こちらの方がですね、やっぱり近年栽培しづらくなってきているお野菜とかもあると思うんですけど、ここら辺はですね、まあ過去のね、要は低素じゃないですけど、まあ一般的に里芋だったら150から180日とかですね、じゃがいもだったら100から120日とかですね、そういうのがあるんですけど、まあそこにちょっと当てはめないでですね、試し掘りとかですね、まあそういったのをこう、植物の状態を見てですね、試し掘りですか。今回はね、ちょっとやっていきたいかなっていうふうに思います。はい、こちらがですね、里芋ですね。これはドダレという品種になります。このようにですね、葉っぱがね、こう垂れてくる。通常ですとね、葉っぱがこう真上に向いてですね、水分が足りてる状態だと、このように上にね、向いているものが多いんですけど、こんな感じでですね、下にこう垂れ下がってきている。これね、収穫の適期が近いのかなっていうふうになるんですね。で、ここがですね、4月の時に、4月の上旬でしたかね、ここでですね、芽出しをしたんですね。まあ、要は、今こちらにこう種まいてあるんですけど、こんな感じでですね、里芋をですね、並べて、で、土をかけてですね、芽出し作業というのを行ってたんですね。で、そこで、取り忘れたのかな、そういった里芋があったので、多分この絵出てきたんですね。で、それをですね、そのまま栽培してます。で、あとはですね、こちらの方ですね、里芋もですね、葉っぱがね、だいぶね、こう、シワシワっとなってきてですね、この横にね、こう、流れてきている。
倒れてきているってことですね。倒れてきているってことはですね、もう光合成がなかなかできないので難しくなるんですね。でそうなるとお芋のね、肥大化っていうところに影響が出てくるんで、まあお芋はですね、この光合成をね、して里芋がねこう大きくなる、そういったことがねあるんですけど、この里芋もですね、徐々にですね、この株の中がねこんな感じでねよく見えるようなねぐらいこう広がってきましたね。多分この後ねこちらの里芋もですね、この大花がね始まってくるのかなと思います。こちらの品種もドダレになります。ここら辺が収穫をね見極めるサインになっていきます。まあしっかりとねこう枯れてきて、冬の霜が降りる前までに収穫すれば大丈夫なんですけど、一応ですねちょっと今日はですね収穫がねできるかどうか試し掘りをねしていきます。でそちらがこちらになります。で里芋の場合はこの状態だとねちょっと収穫がしづらいので、最初にね葉っぱを落とします。こんな感じでね葉っぱを落とします。もうこんな感じですね。多分3つ4つぐらいはですねここでねまあ密植していたのかな。水分がすごいですね。ここねだいぶ、いい里芋がなってそうな気配がありますね。こんな感じでね最初に茎の方ね取ってあげると非常に楽ですね。収穫するときはここら辺が、でこちら見ていただいて分かるようにマルチをね、しっかりやってですね水分っていうかですねこの水ですね灌水作業ですね、そちらの方もしっかりやっておきました。まあだいぶこう密植して出てるので、密植というかですね種がね、芽出しをねするときに余ってたものですね。ですからこんな感じでね密集して出てきてます。でこれはね仮芝ですね。仮芝のマルチになります。ちょっとね掘り起こしてみたいと思います。試し掘りということで、あ、これ一つになってる。すごい。一つになってますね。いきます。せーの。よいしょ。おー、すごい。できてるかな？よいしょ。おー。すごいすごい。あ、できてますね。ちょっと芽が出てるかな？これ大丈夫かな？すごいですね。おとといね、雨がね結構降ったんで、もう少し土が乾燥してからね掘り起こしてもいいですね。でこちらもちょっとね掘り起こしてみます。お、すごいすごいですね。よいしょ。ほらありますね。お、芽が出てついてるものはダメ。お、ありますね。いいのがね。これですね。こんな感じでね、いいのがついてました。試し掘りしてみて正解ですね。はい、こんな感じで里芋がねたくさんついてます。はい、こんな感じですね。もう少しね置いておけばもう少し大きくなりそうですけどね。はい、ちょっとねこれ分解します。大変手と分解します。はいはい、あ、いいのがついてます。いいのがね、こ
これ若干芽が出てるんで、まあ食べる分にはね、問題ないですね。いいのができてますね。こちらもね、ほら。これが親芋ですね。これが親芋。で、これが小芋。小芋ですね。はい、もう少し分解します。すごい。これですね。これ。はい。これも、もう芽がね、出てきてるんで、まあこれはちょっとダメかな。美味しくないかな。硬くなっちゃってるかな。これもね、芽がついちゃってるんで、これもね、これもダメかな。こっちの方が食べれるかもしんない。これは大丈夫かな。はい。種芋から出た芋だったんで、まああまりね、いいのが取れてる感じではないけど、まあそこそこほどほどにはね、あのお芋がね取れてはいるのかなっていう感じはあります。まあ食べれるものもねたくさんあると思うので、まあいいお芋ですね。これが親芋ですね。うん、これ結構ね美味しいですね。こっちがね、まだね、しっかりと乾ききる前だったんで、このようにね、泥をしっかり落として、うん、やっぱダメかな、芋が。ちょっとダメですね。しっかりとした種芋を使った方でやれば大丈夫だったかな。まあここら辺はね、もうダメですね。この上もね、こっちかな。これは大丈夫かなと思うけど。そうですね。ここら辺も大丈夫かな。ここら辺はね、多分この下ですね。孫芋をね、伸ばしちゃうと結構こういう感じになるって。だから、まあ、栽培管理がうまくできてなかったんで、まあそこね、結構放任だったんでね、まあ、こんな感じになってますね。もうこれもダメだな、これも。はい。で、ここで、もう一度水をね、かけて。こちらがね、先ほどね、収穫した、さつまいもですね。ちょっと歪だな。これはいい感じですね。これもちょっとでかいな。これ小粒。これはなんでこんな丸まっちゃったのか。まあしっかりとした種芋の方で作っている土だれの、里芋ですね。そちらの方がね、多分いいのができると思います。ということでね、今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。